今日の寺島との待ち合わせ場所は早稲田大学。彼女は文学部4年生の現役女子大生なのだ。すごいな、よくこれで通ったなっていう感じ。卒論のタイトルは物語としてのゆるキャラ。今の寺島にとって最大のテーマ、ゆるキャラやアイドルの持つ物語性をそのまま卒論にした。ゆるキャラさんとお仕事をしているアイドルっていう視点で書けたらいいなと思って書いてみたんですけど、まあ、基本かわいいかわいいって書いてるばっかりですね。写真もいっぱい載せました。大好きなカパルですよ。無理やり入れましたね、これはもうカパルが載せたくて。ゴーヤに手と足が生えただけ。アイドルをしながらまとめたその結論は、ゆるキャラにしろアイドルにしろ、こうそういう物語をファンが一緒に参加して支えていくことに魅力があるから、なんだろう、ファンもファンっていう登場人物としてその物語に参加してるなっていうのが見えたんですよ。じゃあ寺島由布っていうその物語もファンでしょ、うん、作って、むしろファンが作ってくれた感があるので、やっぱりその一人でそのグループに入る前にやってた時もそうだし、本当なんでもない女子大生が2人に来ましたっていうところから見ててくれた人もいるし、アイドルになる夢を叶えるため東京の大学を選んだ寺島。サークルとかやらなかったの？サークルは最初1年生の時に入りたくて、ダンスのサークルとかそれでいっぱい見に行って、新歓合宿とかも行ったんですけど、アイドルをやらなくなっちゃう気がしたんですよ。1年の夏から地下アイドルとして活動を開始。そして2年生からアイドルグループビスのメンバーに。私朝バイトに行って、お昼に学校に行って、夜にアイドルをしてたんですよ。この大学にみっちり通ってた時期って、で今思うとなんでそんなことができたんだろうっていう感じなんですけど、でも普通にやってましたね。楽しく、全部楽しくやってました。それは昨年5月グループを脱退。直後の6月から教育実習へ。だがアイドルを諦められなかった。今までやってきたそのアイドルとかっていうの全部なしにして、じゃあ教員になりましたってなった時、絶対後悔するなっていう感じが自分の中であって、このステージに立てずに教壇にずっと立ってる日々が続くっていうのを想像したら、今の私はそれは求めてないなっていう。再びアイドルとして戻ってきた寺島が描く未来。参加してくれるファンの人がもっとどんどん増えていったらいいなって思いますね。その一緒に物語を作ってくれる人が増えれば多分楽しいから、みんなで作っていくっていうのをこれからも大事にしていきたい。寺島由布の物語ねえ、どうなるか分かんないですけど、アイドル寺島由布とファンが紡ぐ物語はまだ第一章を書き終えたばかり。